皆様、これは朝日ソノラマの創刊号でございます。この朝日ソノラマでは、皆様のお聞きになりたい人の声、音、そして音楽と、いつでもどこでも手軽にお会いになることができます。どうぞ、今度生まれたばかりのこの朝日ソノラマを皆様の手で健やかにお育てくださいますように。それではまず1959年の声と音を聞いていただきましょう。そのクロニクル1959年。4月10日、皇太子様のご結婚。この日、空はお二人の将来を祝福するかのように美しく晴れ上がりました。午前10時、古式ゆかしい結婚の儀式が行われ、午後2時、華やかなパレードに移ります。今お二人のお乗りになりました馬車は丸池をほとんど回り終えまして、いよいよこれから美しい馬車列が始まるわけでございます。皇太子様と妃殿下美智子さんの特別馬車でございます。まるで絵巻物そのままに、全長139メートルの豪華な美しい馬車列でございます。こうしてただいま世紀のパレードが開始されました。中央には菊の御紋章が金色三千と輝いております。金色のランプの濡れる揺れます亀色の馬車、ご両者の上にはお喜びのお二人でございます。沿道の群衆からわっという歓声が上がります。拍手が万雷のようにとどろいております。お美しい美智子さん、そして気高い皇太子様、どうぞお幸せに。皇太子様は右手を軽く振ってにこやかにご挨拶なされていらっしゃいます。心持ち上気したようなご表情のお二方、本当にお幸せそうでございます。7月26日夜、神宮プールから大阪プールに舞台を移した日米対抗水上競技大会はこの日が最終日。日本の山中、オーストラリアのローズの間に激しい記録への挑戦が展開されました。注目の一戦、400メートル自由形のラストです。今350のターンを行いました。あと50メートルあります。山中会長、山中会長であります。300メートル山中のラップタイムは3分11秒9。300メートルの山中ラップタイムは3分11秒9であります。どうやら世界記録になりました。山中あとわずか。山中あと20メートルであります。山中会長、ローズを大きく離しました。ローズを離した。ソマーズははるかに遅れました。ソマーズははるかに遅れた。山中あとわずか。山中あとわずか。あと5メーター。あと4メーター。3メーター。2メーター。1メーター。今山中ゴールイン。ゴールインであります。今ゴールイン。山中第1着。山中第1着に入りました。ただいまのメーター。ピッチャーズ、ダルココース、山中君、日本。時間、4分、16秒、6。これは世界新記録になります。なおこの日は400メートル自由形をはじめ800リレーなど6つの世界新記録を生み、水泳競技史上に輝かしい1ページを飾りました。さて、もう一つの世界記録の音です。お分かりになりましたか？ビジネス特急こだま号の音です。7月31日の速度試験で時速163キロの記録を出し、フランスのミストラル号の持つ160キロを3キロも破りました。判決を破って事件を仙台高等裁判所に差し戻すという結論です。この結論は8月10日、最高裁判所の矢崎情報課長の判決文発表です。10年裁判と言われた松川事件はこうして検察側に黒星をつけ、仙台高等裁判所へ差し戻されることになりました。一審二審でいずれも死刑を言い渡されていた杉浦被告は、
感激に震えながら、皆さんありがとうございました。満足すべき判決ではありませんが、一応の勝利を得ることができました。ありがとうございました。後ほどまたいろいろお話しさらに、この町川判決の翌月、4人の被告が無実の罪を叫び続けていた夜会事件に対しても広島高等裁判所は原判決を破棄し無罪を言い渡し、検察側はここでも大きな黒星を重ね、大変な厄年となりました。さて、ここで目を海外に向けてみましょう。9月14日の真夜中のモスクワ放送は突然次のような電波を送り出し、高らかに科学の勝利を称えました。秒を刻む時計の音、入り乱れる電波の雑音を突き抜けて入るロケットの声、私は別の世界に自分を閉じ込んでいく不思議な感じに襲われました。アメリカを訪問。9月16日からおよそ2週間にわたってアメリカ各地で軍縮問題はじめ数々の新しい問題を提案して注目を引きました。ナショナルプレスクラブにおけるフルシチョフ首相のジェスチャーたっぷりの演説です。Мне приятно в начале визита встретиться с видными журналистами Соединенных Штатов Америки. Не раз мне приходилось убеждаться, что журналисты очень любознательные люди. さて、ちょうどその頃、9月26日、日本中部を襲った伊勢湾台風は、一夜のうちに15万戸の家屋を破壊し尽くし、5000の人命を奪い去ったのです。一瞬にして我が子を濁流に飲まれた母親の悲痛な嘆きです。あれ見てみたんだけどね、姉が助かったんだけどね、いたのはね、波が多いし水が多いもので、全然姿も何もなかったし、だから父が相模に行ったんですけどね、もう諦めないかいたけど、どうやってもその子のことが諦めずにね、私が出かけたもんだけど、捕まってね、せっかくおめえを助けたのにって悲しさあるんですけどね、私たちは子供どの子が憎いわけじゃないし、ね、死んだ子が余計不意に思えてしまうの。被災者総数160万人。我が国台風史上最大と言われるこの台風の爪痕は、大きな社会問題となって新しい年へ解決を残しております。ところで、1959年のカレンダーも残り少なくなった10月の中旬、社会党のお家騒動で西尾派が党を離れて政界をにぎわしました。また10月24日から始まったプロ野球日本選手権では、南海ホークスが読売ジャイアンツに4連勝、10年ぶりの悲願を果たして人気をさらうなど、1959年もまた数々の話題を生みながら除夜の鐘を聞こうとしています。さて、このその黒に来る新しい年はどういう声や音でうずめられるでしょうか。できましたら全部明るい話題ばかりで欲しいものですね。